きましておめでとうございます。新年の動画になるかと思います。昨年にタテイングレースの編み方の動画をアップロードしてたと思うんですけども、ちょっと糸の通し方の動画が撮れていなかったので、あとちょっと昨年はいろいろと忙しかったってこともあってなかなか撮れていませんでした。なので、今日はこちらのシャトルを使って、タテイングシャトルですね、おなじみのこちらを使って糸を通す方法をご紹介したいと思います。タティングシャトルってこんな感じに形状になっていて、以前にお見せしたんですけども、こんな感じになっています。ちなみにクロバーさんのタティングシャトルを私は使用しています。最近は100円均一でもピンクとか緑とかすごい使いやすいシャトルもあるので、そちらも多分同じ形状になっているのかな、またちょっと探してみますけども、こちらを使ってご紹介したいと思います。はい、それでは始めます。先日タティングレースの編み方でご紹介した同じ糸を今回も使用しています。どんな糸でも大丈夫です。お好きな糸をご覧いただくといいと思います。この糸をこう持ちますね。で、こちらの先ほどご紹介した縦ひもシャトル、こちらは角が上に上がってる方を手前に持ってくる形になります。ちょうどこんな感じですね。これを中に穴が開いてるので、この穴の中に糸を通します。通していくと出てきます。出てきた糸の糸をこうして、で、ここにかけます。ここにかけた糸は一旦このように出していきます。はい、このシャトルに穴を通した、穴に糸を通した後、膨らしたこの糸はこうくぐっていくのかというと、こちら毛糸玉の方向です。この糸がここを通って、で、この毛糸玉の方の糸の下をくぐらせていきます。カメラ持ちなのでちょっと若干やりにくいんですけども、こんな感じになりますね。で、通した糸はこんな感じになると思います。そして一回このように毛糸玉の糸の下をくぐらせた後、もう一度ここで結ぶ形にします。で、こちらの糸を引っ張っていくと、どうなっていくかというと、こんな感じに結ぶ形になります。そしてこの結んだ糸ですね、で、こちら側は毛糸玉のある方を手に持つことにします。この今上の方の糸ですね、持ってる糸をこのシャトルを持ちながら引っ張っていくと、
こんな感じに結び目がこのように届くと思います。で、まあ、ギュッと縛ります。まあ、ちょっと若干これ余るので、まあ、今最初通した糸ですね、通した糸の余り糸はまた取り出しやすいように、まあ、若干、まあ余り目を残すような感じで切っていきます。で、こうすると巻く準備ができました。これで回していきます。これがタテイングレースの最初の下準備の段階です。ありがとうございました。